第一部に引き続きまして講師は日本サッカー協会の幹事であり現役のサッカーチーム監督でもいらっしゃる福田正さんにお願いしたいと思います、えー、それではワールドカップを楽しむためにといったことで第二部始めさせていただきたいと思いますこれはここまでの、えーまあ、ワールドカップってそもそもどういうものかということも あの改めて申し上げるまでもないと思うんですけれども、えー、ワールドカップってどういう大会かということと、あとはここまでの日本代表の歴史と、日本代表のワールドカップの歴史と、私の反省を振り返るという、そういう回でございます。FIFA ワールドカップとは、これは FIFA、えー、国際サッカー連盟が主催するナショナルチームによる4年に一度のサッカーの世界選手権でございます。 どのように出場国が決まるのか、大会の方式はどういうものか、これまでの優勝国はどんなところがあるのかといったところをですね、お話しさせていただければと思います。まず、どのように出場国が決まるのか、各大陸予選を勝ち抜く必要がありますと、こう各ヨーロッパ、アジア。 オセアニア、アフリカ南米、北中米カリブ海といった形で、えー、各大陸に出場枠が割り当てられていて4.5とか3.5とかなんじゃこりゃっていう話ですけれどもこれは北中米カリブ海からは35チーム中3.5アジアからは43チーム中4.5これは、えー、両者がプレーオフですね。 アジアの5位と北中米カリブ海の4位がプレーオフで勝った方どっちかが出場できますよっていう話だと思いますで南米の4.5とオセアニアの0.5というのもこれは南米の5位とオセアニアの、えー、11チーム中1位であるオセアニアの1位が、えー、プレーオフを決定戦を行って勝った方が出れますとでアフリカ5枠、えー、ヨーロッパ13枠の合計32チームですねで争われます で大会方式としましては、えー、4チームかける8ブロックですねのグループリーグ、えー、これをリーグ戦でやりまして総当、えー、たりのリーグ戦を各グループでやった上で各グループ上位2か国が決勝トーナメントに上がりますとしばらくは、まあ、ずっとこの形式ですね出場国も32か国ですねここのところずっとといった形で決まりますで決勝トーナメント 2チーム勝ち上がって16チームの決勝トーナメントになりますよと、えー、すいません日本は,日本はこれです、ね、グループ H の一番下のここにいますけど、ね、なんか本当に弱そうですけどこ,れだけ見るとこのグループの、えー、これがですねポーランド、セネガルコロンビア、日本とこれ普通の人が聞くといけんじゃねいかという,ふうに思ってしまうんですよね。でこれ 今回は本当に日本は損してるなと思うんですけどもこれ本当はあまりサッカーを詳しくない方はこれいけちゃうんじゃないかっていうような相手なんですよねだけどこれ実はすごい強いです正直言ってえっということだけ頭に入れておいていただければなとで決勝トーナメントこれまでの優勝国はえやはりサッカー王国ブラジルが5回の優勝ですねでド,イツでドイツが4回 西ドイツ時代を合わせてということですけど、イタリア、はい、情熱の国イタリアも4回、アルゼンチンが2回と、あとはウルグアイ、イングランド、フランス、スペインが各1回ということで、全部で8か国しかワールドカップを取ったことはないと、合ってますか合ってますよね。はい日本代表とワールドカップ。 絶対にに負けられない戦い戦がそこにあるととちょっとあの不測の事態が生じてしまったのでちょっと穴埋めさせていただいておりますけれどもはいえ、しょうがないですちょっとここに僕も入りたかったっていう欲求とともに入れさせていただきました日本のワールドカップの歴史これちょっと振り返りたいと思うんですねこれは私の青春時代とともに語りたいと思います 1993年ちょうど J リーグが開幕した年、えー、ちょうど私が高校3年生18歳の高校3年生の時でございましたドーハの悲劇これを覚えてらっしゃる方は逆に知らない方ドーハの悲劇知らない方はいらっしゃいますかななんだみんだみ知,、ね、知らないだったら知らないで手を挙げてくださいねでないと説明はしょっちゃいますよいいですか と言ってもも説明しちゃいますけれども私の青春の思い出とともにたくさんこうあれが詰まってますんでねでその後、えー、これはドーハの悲劇というのは、まあえー、アメリカワールドカップですねワールドカップのまず予選は大体2年ぐらいかけてやります、えー、だから今回も2年ぐらい前からずーっとちんたらちんたら予選を J リーグの合間に、えー ワールドカップの予選をやるんですけども、えー、よく言うドーハの悲劇というのはそこの若い子たち聞いてください、えー、ドーハの悲劇というのは1994年のアメリカワールドカップ初めて日本がワールドカップに出場するかどうかっていう本当にもう最後の最後までいきましたキング・カズラモス・ルイ北澤豪もうあげたらきりがない僕のヒーローたちが えー、カタールのドーハで散ったという試合ですね、ロスタイムで勝てばワールドカップの出場が決まるという試合が、えー、当時、ですね日本今みたいにホームアンダーウェイではなくて、えー、最終予選はセントラル開催、カタールのドーハで最終予選、5チームが集って、最終予選をやりましたと、でその最終戦、6チームですね。 その最終戦で日本はイラクに勝てばワールドカップ出場が決まるというのをロスタイムのプレーで同点に追いつかれて日本の初のワールドカップ出場の夢が散ったという私、その時高校3年生で深夜二つ上の兄貴と一緒に見てましたけどあのゴールが決まった瞬間に言葉を失いさめざめと泣いた 覚えておりますいドーハの悲劇リアルに見ていらっしゃった方いらっしゃいますか、当時あ、ありがとうございます、そこから日本のワールドカップは、まあ、それ前にもずっと負け続けてたんですけども、も一番いけるんじゃないかって言ったところで、一番期待も盛り上がって、負けたのがこのドーハの悲劇、はい、ですね。アメリカカワールドカップの出場7つとでそこから 今度は1998年、次はフランスワールドカップ、その予選でジョホールバルの歓喜というのはマレーシアのジョホールバルですか、最終予選がイランと行われて、延長 V ゴールで勝ちましたと、初めて日本は1998年のワールドカップに出場します、その初めてのフランスワールドカップは参戦全敗でグループリーグ敗退。 えー、その後、4年後の日韓ワールドカップ日本で行われたワールドカップでは、えー、予選リーグを勝ち上がりベスト16にまで行きましたけど負けましたさらに4年後のドイツワールドカップジ、えーコジャパンですけれどもここで今は旅人をされている中田英寿選手がこの大会をもって引退という一つの、えーですね、サッカーの節目 そしてその4年後の南アフリカワールドカップで本田圭佑というスターが出てきてベスト16に進みますと2014年今から4年前のブラジルワールドカップでザックジャパン予選リーグ敗退してで今回2018年ロシアワールドカップ西野ジャパンどうなるんでしょうかとワールドカップは今まで1234566回ですよね12345今回6回目の出場ですよね6回連続の出場 もう皆さんもワールドカップ、この時はですね本当に日本がワールドカップなんて出れるのかという盛り上がりがあったんですけど、今じゃもうなんかワールドカップ出て当たり前だろうと、日本代表戦いつあんのぐらいな感じで、あんまりテレビにしがみつくということもなくなっちゃったんですけども、その分、日本のサッカーというものが強くなったっていうのを裏返しだと,ある一方裏返しだと思う一方で、ちょっとなんていうんですかね、僕の25年前の青春時代は本当に日本がワールドカップに出れるんじゃないかっていうので。 胸を取ってたのを思い出すと、はい、こんな歴史をたどっていると、一個一個振り返りたいと思います。第初めてワールドカップ出たのが1998年、フランスワールドカップ、グループリーグで敗退します、この時の中心選手は中田英寿ですね、これはフランスワールドカップ、実はこの中田英寿がスターになる前に、予選リーグは数。 えが中心だったんですけれどもこのフランスワールドカップの直前でキングカズは代表を打ちをしてワールドカップに行けなかったとでこの時の監督は岡田監督福田正司当時23歳大学3年生でございましたあの時は本当に岡田監督を憎みましたすみませんあの、まあのま ちょうど岡田監督、あの時の年齢、僕とそんな変わらないぐらいの年齢で、えー、そんな年齢で、ですね日本,全日本のもう期待とすべてを背負って、しかもスター選手の数を外し、勝負に打って出たっていう、僕できないな、僕できないな、ないな今思うとすごいことだなって本当に思うんです、その時の主な出場選手としては、ゴン・中山。 えー、今、ジュビロで監督をやっているナ,ナミそして川口ゴールキーパーの川口とセンターファードの城彰二、中田英寿、小野伸二と川口義勝と上彰二は僕、同い年です、はい。で、実は同じ高校、高校時代に同じ全国大会に出場していて、その時全国制覇したのが、 清水商業の川口をしかす君でその時の全国3位だったのが鹿児島実業高校の城庄司君そして、えー、開会式で会ったけど目も合わせてもらえなかった福田君一応同じ舞台にいたんですはいあのー、まあ当時からもう彼ら2人はもう有名だったのでなんていうんですかもうオーラがあるわけですよでその開会式で会って 目合わさないんですよね、こう。俺は川口義勝だぞみたいな、はいで、僕も負けずに、お前は俺のことを知らないかもしれないけど、俺もお前のことを知らないからっていう顔して、すれ違った覚えがあります、はい、同い年なんです、彼ら。なので、えー、川口義勝君はあのー、まだお会いしたこと、実はないんですけれども、今でも現役、続行されていて。 すす。ごく応援してます中田彼は僕の一個下の高校山梨の韮崎高校なんですねで。僕毎年夏にですね韮崎遠,遠征っていうものをしてたので,で当時から有名だった中田秀君を見てました。なんかですねいけすかないんですよ。絶対友達になれないなと。 でこの時、超新星18歳の小野伸二が出てきたという、まあ、こういう大会でしたね、まあ、初めてのワールドカップカズが直前で代表落ち予選リーグ3戦全敗あの初戦は確かアルゼンチンで次、クロアチアそしてジャマイカといったところに3戦全敗で負けて なんかもう思い知らされた日本サッカーのレベルの低さというのを思い知らされた大会でしたでそんな中同い年の仲間が世界で戦っている時に僕はなんで大学3年生なんだろうと思いながらパブリックビューイングでヤジを飛ばしてたのを覚えています <laughs> 数出せって言ってました、はい、今思うとそういう人とても迷惑ですね 皆さんも記憶をたどっていただければと思うんですが2002年の日韓ワールドカップこれより先に生まれた人はまだいないですね、ここには2002年、日韓ワールドカップトルシエジャパンメンバーはこんな感じ福田真当時27歳公認会計士受験生でございまして8月の受験試験に備えてワールドカップどころではなかった日です。 なのででこっそりテレビで見てましたすごく覚えてます、みんなワールドカップに湧いてた中、僕は朝から自習してました、えー、監督はフィリップ・トルシエ、主な出場選手としましてはゴン・中山、そして中田秀、えー、バットマン、宮本ですね、えー、あの当時、皆さんのお子さんはいくつでいらっしゃったでしょうかね。えーバッ で鼻の骨折ってたんですか、これはで松田直樹あの、突然死をされた松田直樹ですね、今これだけ日本のサッカー界で AED があの普及しているというのはもう彼の死があってこそというか、ですねあのあの時 AED がそばにあったらというのはよく言われたりはしますけれども、そして、えー、柳沢モヒカンの戸田赤もヒカンの戸田ですね。 彼今慶応大学で慶応大学サッカー部のコーチをやっています、はい、非常に理屈っぽい解説をして、えー、業界では有名な音ですねこう見えて全然やんちゃじゃないです解説は非常にロジカル一番勉強になりますので戸田というものが出てきたら2002年の時若気の至りで赤もひかだったけど実は知的だということを覚えておいてください で稲本ですね、この点取った後のこのポーズは忘れられません。で、小野伸二、中田浩二、年齢構成でいうと、ですね中田秀、宮本恒、松田直樹は、これみんな同級生ですね、中田秀は山梨、宮崎高校、宮本恒がガンバ、大阪のそれこそ下部組織出身でしたで、松田直樹は今年高校サッカーで全国制覇した前橋育英高校の出身で、 柳澤篤というのはですねこれは富山が生んだ天才で柳沢君と戸田君が同い年ですね、確かね。中田秀、宮本、松田直樹よりも1個下の世代ですね。柳沢君は富山の富山一高、戸田君は桐蔭学園でしたね。で、稲本、の野、中田浩二というのはこれは3人とも同級生といったこんな、こんな夫人でした。年日韓ワールドカップ部もちろん 半端じゃない盛り上がりを見せましてあの結局ただこれもですね負けたのがトルコっていうまた微妙なチームに負けたわけですよでもトルコはこの大会で3位だったんですよねその事実皆さんあんま知らないと思うんですけどもで結局ベスト16で敗退2002年日本でまさか、えー、ワールドカップが開催されるなんて思ってなかったんですけどもこれも 今思えば日本の単独開催で進んでいたところに最後に韓国が追い上げをしてきて日韓共催っていう謎の謎の落としどころそこからじゃないですかねワールドカップを共催とかそういうことを考えるようになったのっていうのはなんかこの時の思い出ありますか2002年のワールドカップ直接見に行かれた方はああ結構いらっしゃいますねさて そこから4年の月日がたちドイツワールドカップジーコジャパンですジーコさん、えー、ただあ当時福田正嗣31歳この年東大サッカー部の監督に就任しますはいまあワールドカップとは非常に遠いところにいました監督はジーコ主な出場選手としては、まあ、同い年の川口義和君そして中田英壽君宮本君柳沢君 稲本君、小野君、中田浩二君、そしてこの大会で中村俊輔、はい、切れちゃってますけど、中澤佑二、実は2002年のワールドカップでは、中村俊輔は代表地したんですよね、トルシエに落とされて、俊輔君は、えー、それで昇進、確か海外に行ったと思うんですけれども。 この時に、えー、俊介は代表を落ちして、剣道朝来2006年で、中心選手として日本代表に戻ってきます、2006年。ただ、中村俊輔君、絶不調です。あのー、覚えていらっしゃる方、いるかと思うんですけども、第一戦オーストラリアとやったの覚えていらっしゃいますかオーストラリアとやって、先制して、ラスト、 七八分でで点取られて負けたんですその後第2戦クロアチアで第3戦ブラジル相手に2点差で勝たなきゃいけないっていう試合だったと思うんですけどもこれを1対4でフルボッコにされるっていうで結局1分け2合でグループリーグ敗退とこんなワールドカップだったと思いますなんか他に付け足すことがあれば これぐらいしか,なんか覚えてないですあのドイツワールドカップなんか負けちゃったんですよね期待は大きかったと思うんですけども一番なんか日本サッカー史上最もタレントがいた時代なんじゃないかなと中田宮本稲本小野中村俊輔最もこうファンタジスタと呼ばれる選手たちが揃った時代だったと思うんですけども あっさり会えなく負けてブラジル戦も先制したときにはおおっと思ったんですけど終わってみれば4点ぶち込まれてワールドカップ終わりましたとそして2010年の南アフリカワールドカップは覚えてらっしゃいますかもう8年も前になります当時私35歳でこの時今のクラブを立ち上げて 東京都4部リーグ河川敷で試合ししてました、えー、南アフリカワールドカップは監督岡田さん2度目の監督登板これも確かオシムさんが病気で倒,倒,倒れてその後引き継がれたのが岡田さんこれもこの時もですね今思えばとんでもないぐらい叩かれてたと思うんですよねつまらない勝てない決定力がないとボロっクそだったのを記憶してるんですけども。 えー、そこで岡田監督主な選手としては、まあ、ディフェンダーの中澤佑二遠藤田中マルクストゥーリオ本田圭佑長友岡崎長谷部川島そして我らが東京ユナイテッド山田大輝という当時は鹿島アントラーズでしたけど勝てると思わなかったのに初戦カメルーンに勝ってで第2戦がオランダに負けて。 で、第3戦がどうでしたっけデンマークです。です。ありがとうございますデンマークにフリーキック2発で3対1で勝ったんですよね。それでベスト16でこれまたね、中途半端なところに負けたんですよ。パラグアイですよね。パラグアイに PK で負けるっていうそういう中途半端ないや中途半端って言ったら大変失礼なんですけども、いや強いチームなんですけども。 ちょっと分かりづらいですよね普通の方々にしますと、まあ、そんなのが2010年のワールドカップ岡田さんはこの時あの大きな決断をされて本田圭佑をワントップにとにかく守備を固めて一番うまい本田を最前線に置いてでもカウンターで取りに行くっていうそんなもう堅守速攻これでワールドカップでベスト16まで ベスト16でも帰国したときには英雄扱いだったと思うんですけども。そんな大会でした2014年のブラジルワールドカップ今度はそこから4年経って福田正成、当時39歳人生初のワールドカップ観戦を実現いたしましたブラジルに立ち28時間ぐらいかけてブラジルに行き えー、ワールドカップ見てまいりましたただ、えー、あいなく予選リーグ敗退とあのやっぱりブラジワールドカップ初めて見た感想としては、ま、やっぱすげえなーと思ってこれだけの、あのー、人がサッカーのために集まるんだ一か所に集まるんだっていうのを本当につ、あのー、改めて感じた大会でしたけども経験でしたけれども、えー、これも選手としては結構いいのが揃ってましたザック・ジャパンザッケローニー 監督主な選手としては本田圭佑長友、岡崎長谷部ゴールキーパー、川島そして吉田麻也、えー、内田篤人、内ですねで香川真司と全員海外の一戦でやった選手ですよねでもそれを揃えてもすみません勝てなかったとこれは今だから言っていいのか 言っちゃいますとこれはもう完全にコンディショニングの失敗ですよね気温差が激しい中で会場も一個一個から離れていて完全にコン,ディションコンディショニング失敗したって言われてます特にブラジルっていうのはとんでもないところですからとんでもないっていうかとんでもないところだったのであそこでですね体調を整えるっていうことの方が無理だと思います、はい、そんな中 惨敗をしたというのがここまでのワールドカップの歴史ここ、ね、振り返りを 私たちも苦しかった心が折れそうな時もあった夢を見る余裕なんてなかったでもその苦しさを跳ね返したのはやはり夢だった夢を諦めず信じ続け一歩ずつ進んでいく選手たちはサッカーだけでなく 私たちの夢の代表だ2018年日本の夢の力がいよいよ試されるだから声に出そう選手に伝えよう声を振り絞り手を叩き歌い肩を組み旗を振り日本史上最大の応援を 日本代表に届けよう選手たちだけじゃなく全員で勝利をつかむためにそれが世界を驚かせる原動力にきっとなる。 といった形で二千十八年まで続きますと,ということです。あのなかなかこの年になってすごく思うんですけれども、昔は六三三四と節目っていうのがすごく明確だったんですよね。その小学校、中学校、高校、大学と。でもそこから社会人になってしまうと節目ってものがあまりなくてですね、結構のっぺりとした人生を送ってしまうと。 こんな中で子供が生まれたりすると今度は子供の成長が一つの自分の人生の節目になっていくんだと思うんですけども僕は実はこのワールドカップが一つの人生の節目で4年ごとにあの時何あったかなっていう何かのイベントと絡ませながらその時の記憶ってたどると思うんですけども。 なかなか社会人になってですね30超えてからなんて大したこと起きてないんですよね正直言ってで基本的には僕の,あの節目は常にサッカーの、まあ、自分のチームの勝敗だったりあるいはこのサッカーのワールドカップだったりそれが常に僕の、えー、人生の節目というか、えー、一つのあれになってるんですよねこのなんていうのかな。 ワールドカップを見てその時どうだったかっていうのを思い出せるとそういうようなことがもしかしたら皆さんも同じような経験あるかなとは思うんですけれども、まあ、2000今までの日本のワールドカップの歴史っていうのはこういう形で,でやはり今の映像を見ていただいてもなんかこうあれだけの人間が熱狂する日本中で熱狂するってこともないのかなというか。 すごくそういう意味でサッカー日本代表には僕,ら僕も助けられているなというかですねぜひ、でこのロシアワールドカップ西のジャパンもいろいろありましたけどいろいろありましたけどっていうかいろいろありますけれどもぜひ応援をしていただきたいなと思うわけなんです。人人人の選手一人一人 あの僕は自分でサッカーずっとやってきて思うんですけどもここにたどり着くまでにものすごく一人一人選手一人一人にはやはり全員歴史があってここにたどり着くまでにこうサッカーを通じて彼らに時間と情熱を注いだ人っていうのはたくさんいてですねそういうものがあって今彼らはこういう。 舞台に立つんだと思うんですけども、まあそれは僕らも僕らレベルでも一緒で僕ら僕なんかが今こうやって元気でいられるのもまた幸せな人生を送れているのもサッカーを通じて僕に真剣にかかってくれてきた方々のおかげだなと思いながら今ここにいるわけです今回の日本代表正直言って僕の試験を申し上げますと えー、選,手とピー選手としてピークを迎えてる子はいないんじゃないかなって思うんですよねあまりもっと言うと20年2014年のブラジルワールドカップの時の方が一人一人の、えー、選手としてのピークはみんな4年前の方が当然、えー、ピークを迎えてたんじゃないかなと唯一僕がこの大会で年齢的にもピークを迎えてるなと思うのは 大雄也ぐらいですかね、それ以外はみんな大体、前回の4年前の大会に出てた選手とあまり変わりがなく、当然、やはり4年経てば経験も身につきますけれども、やっぱり年を食いますので、そういう意味でそんなにやっぱり金属疲労は当然きてますし、体力の衰え、そんなものはあると思います。そんな中で どうしたら勝てるのかというのは、ちょ皆さんからの質問があればお答えしたいと思います。あの必要ないことを喋らない方がいいなと思うので、えー、はい。個人的には注目している選手は誰ですか？個人的にですか？私がですか？注目しているのは宇佐美。僕彼は天才だと思うんですよ。天才なんでだと思うんですけど。 いいまいち代表で結果を出せてない選手ですよ、ね、で、それこそドイツでずっとやっててバイルミュンヘンっていうドイツのナンバーワンのチームに18歳だか20歳前後で確か行ったと思うんですけども多分才能はピカイチなんだと思うんですけども全然結果を出せてない周りからの期待ほど実績をまだ出してないって言った中で。 どういう結果を出すのかなと思って彼も大人になって成熟して何がどう変わるのかなっていうような期待個人的に一番としてすごく思うのはそこですねもうちょっと聞きたいんだったらどうぞ、まあ、あの皆さんそもそも変える理由はあったのかと監督変える理由はあったのかと まずそこが一番聞きたいんでしょうね、えー。一番答えられないところなんですけども。えー、これどこまで喋っているんだこれ <laughs> あの。ただですね、監督ってどれだけ言うことを聞かせるかだと思うんですよね。で、かつもう一人一人が自立している選手だったら、 自分たちが主体的にチームを動かしているという実感を持たせつつコントロールするっていうすごい難しい仕事だと思うんですけどもあの日本もだいぶ変わってきたなと思うんですけども外人監督2002年のワールドカップのトルシエさんもそうだったんですけどもどちらかというと俺らがサッカー俺がサッカー教えてやるっていう上から目線の監督が。 多かったと思うんでですいい悪いではなくてで当時はまだ日本もそんなに海外に出てく選手もいなかったですしんかその海外でやっぱり日本は遅れていてその海外でやってた監督の言うことは、まあ、自分たちよりもまあ正しいだろうっていう本当に正しかったのかどうかは分かりませんけれどもそれを言うまだあのカルチャーがあそ,れをそれを受け入れるカルチャーがまだあったんじゃないかなというか。まだ日本サッカーが えー、発展段階だったんだろうなっていうのは思うんですよねただこの10年でこれだけ選手が海外でそれこそ世界のトップレベルで戦っている中であのおそらくですね本当に選手たちも一人一人が自立していて多分監督とも結構海外では対等に意見をぶつけるっていう文化だと思うんですけども。そう そ,れがそういうような日本の選手のレベルが上がってきてる中で多分ハリーさんがいい悪いっていうよりはハリーさんのスタイルが日本にはマッチしなくなってきちゃったんだろうなっていうのは思うんですよね。ハリーさんは基本的に厳格な頑固こおやじっていうタイプの方だったので選手が何かやってくれるとうるせえと俺監督だと最後は俺の言うこと聞けと。 これがなかなか通訳を通してしかこうコミュニケーションを取れないハリーさんにとっては、まあ、なんか選手が本当に考えていたことがダイレクトに伝わりにくかったというのもあるでしょうし多分、ねあの、教会の説明としてはああやってコミュニケーションが不足していたようだというような形,形でしか言えないですよねそこはどうかご理解いただきたいなと。 あの別にあの僕が監督解任の,、えー、あの意思決定にいたわけではないんですけれどもあ、まあ、漏れ伝わってきている、えー、声やあるいはその会長の苦悩なんかを、まあ、横で見ていながらあの日本サッカー協会ですね僕もこの日本サッカー協会に携わって3年目になりますけれどもいや本当に日本のサッカーのことを愚直に考えている人たちなんです。 でもちろんその決断が必ずしもすべて正しいのかといったら時には間違いを起こすかもしれないんですけれども少なくともすべての責任を負ってでそれこそいろんな批判を受けるのを承知でその覚悟を持って一個一個決断はされてるんですよねそこは信頼してあ、えー、げてほしいなというかですねで一方でもちろん結果だめだったってこともたくさんありますし 持ってた結果じゃなくても結果良かったとしてもやっぱりだめだったというものはあるかもしれないんですけどもあの熟,慮に熟慮を重ねた上でのえ判断行動であるということは僕も横で見ていて思いますのでもう、つまるところ日本代表皆さん応援してくださいみたいなあのその後にしましょうみたいな <laughs> その後その決断が正しかったのかどうかっていうのはあのその後あの もう一回論じていただくとして、えー、もしくは教会を評価していただくとして僕は協会の意思決定側ではなくその意思決定のプロセスを監督する側なので一個一個の判断基準をこう見ているわけではないんですけれどもそこはちょっと、えー、ご理解いただければなというのが正直なところでございますがズバリ予選リーグを突破できると思う方 え予選リーグ敗退だと思ってらっしゃる方そうですかあのていうか僕は一番として皆さんちょっと応援してくださいあの西野さんはとってもいい人ですからはっきり言ってでいろいろ言われてます西野さんがなんだか監督になりたかったんじゃねえかとそんなわけないですよね正直言ってで 日本代表の監督で失敗したときってのはそれこそその後の叩の方、叩かれ方が半端じゃないので下手すりゃサッカー界での,その指導者人生を終えてしまうかもしれないですよね現に岡田さんがそれこそ僕と変わらないの年の時にフランスワールドカップで日本を率いて前半戦全敗して帰ってきたときにボロクソに酔い叩,い叩かれてそれこそ脅迫誰も知らない人から脅迫までされて。 でそこからの岡田さんというのは相当やはり苦労されてそれこそ J2 の監督からスタートし J2 から J1 に昇格させて J1 でマリノスを優勝させたりするその実績を積んでもう1回剣道長来で日本の代表監督になったそこまでにやはり12年の時間が必要とされて,るんですされてたんですよねそういう意味で西野さんなんて普通ですね、まあ、オリンピックの監督もやってますし ガンバ大阪でなんかアジアチャンピオンも取ってますしもういいじゃないですか正直言って決して監督になりたかったっていうのは僕は一言も聞いたことないですねいやあれは大変だっていう話はよくあの聞いたことがありましたけれどもそこはですねなんかあの理解してほしいなっていうのとあとはどう思いますかあの日本人監督がいいのか外人監督がいいのかこれってすごく何ですか まあ一概になんか日本人がいいとか外人がいいってもうなんか二者択一ではないと思うんですけどもなんか皆さんになんかそういうあえてありますかいや日本人で行くべきだろう外,外国人今まだ,まだ外国人で行くべきだろう協、はい、会側はやっぱ監督を育てるっていうなんかプロセスみたいなのはあるんでしょうか。 まず日本人監督はそういう意味ではちゃんとクラブレベルでちゃんと実績を積まなきゃいけないと思いますし J リーグのレベルで,でその中で J でやはりこう実績を積んだ監督を代表のスタッフにやはり入れてますよね手倉森さんにしたってあの今回の森保さんにしたってそういう意味で教会にはそういう意識もっと言うと日本人がナショナルチームを率いなければならないっていうそこまでは 決めつけけてないですけども日本人でもナショナルチームを率いてワールドカップで戦えるようになんなきゃいけないっていうふうには間違いなく教会は思っていて、うん、そういう意味でそのハリウッドさんの時からもきっちり日本人のスタッフはちゃんと入れてますしあの日本人の監督要するに代表を率いることができる日本人監督を育てようっていう意識はものすごくあると思います、うん、で逆にその意識が強かったからこそ今回、このタイミングで森保さんとか手倉森さんとかって。 据えなななかかったんじゃないかなっていう気持ちもありますけども、ね、ぼぼこれは僕個人の意見先,先ほどもあの申し上げたようにあの多分ここで皆さんみんな負けると思っててで結構負けたら相当に叩かれてそんな2か月間バトン渡された森保さんや手倉森さんなんかはもうすごく酷だろうなと思いますしそしたらそのわずか2か月間で結果を評価されて。 その後の後監督人生というものを大きく左右されてしまうというのは酷だろうな僕自身も誰やるんだろうってずっと思ってたんです実は。えあのハリーさんが辞めたらじゃあ誰監督やるのっていうふうに僕ずっと思ってたぐらいであのあ西野さん、まあ、それやっぱりもしかしたらそういう気持ち若い将来日本を代表する監督をここで あの潰さないためにっていう考えもあったのかもしれないなっていう僕だったらそういうふうに思うなってちょっと思ったりはしましたねそういう意味で育てようっていう気持ちはすごくあると思いますすごいしんみりしちゃったんですけどもこれからワールドカップ応援しに応援しようよっていう,こうなんかこれ盛り上げる会だったんですけどねあの 第一部のサッカーとは何ぞやってう話の方が盛り上がったのは何だみたいなそんなにシリアスに考えてほしくないというかただ、これだけ多くの人が日本のワールドカップというものにすごくあの注意という,か,もうあのですか興味を持たれているというのはすごくなんか僕、別に協会を代表してここでしゃべっているつもりは全然ないんですけれども。はい 4年ごとにいつも代表監督って変わってしまうので、はい、ドイツみたいに長いスパンで監督を続けてくれる人っていうのは<ー>そういう考えを教会はないんでしょうかまず外人監督の場合あまりそういうなんていうんですか4年8年とかそういうスパンではそもそも考えられないですよね。あのやはりりりそんんんなに長く極東のの島国とと行ったり来た来もし,しんどいんだと 思いますしあまりなんかそこまでの長期契約っていうのはそんなに選択肢として多分向こう側にもないんじゃないかなと思ってしまうんですけどもまさにおっしゃられたようにドイツみたいに監督がでも逆にドイツが異常ですよねワールドカップ今回何回目ですか彼レーブ監督って3回目ですよねそれどうあの皆さんご存知ない方もいらっしゃるかもしれないですけどドイツはずっと監督一緒なんですよ。それはそれれはで一貫性があって チーム強化の一貫性があっていいって僕も思いますしそういうプレッシャーに耐えられるタフな男が出てきたらいいんじゃないですか私ですか私ここだけなの話、ライセンス何も持ってないですからね <laughs> プロの監督になる気は全くないだけに、えー、ただまあでもそういうおっしゃられるようにそういう視点で あの監督代表監督がワールドカップ4年ごとにコロコロ、まあ、4年って結構、長いとは思うんですけどもん変わるのもどうかなっていうのはありますしでも一方で日本人の監督があのプレッシャー8年やれる人ってちょっときつい死んじゃいますよね、多分途中で。<laughs> という気がするんですけども。 でもそれはあの教会としてノーとかそういうあれは一切ないと思いますあのそういう長期政権で代表監督とクラブの監督ってまた違うんですよねクラブの監督って毎回毎回顔を合わせてる選手たちなので、まあ、まさに僕なんかもそうなんですけども一人一人の、まあ、表情だとかそれこそちょっとしたコンディションなんか見,見抜くことできるんですよでそうすると試合の時にどんなコンディションになるのかなとか結構わかるんです だけど代表監督って突然集まっててくるじゃないですかで代表に呼ばれたら怪我してても痛いのに痛くないって言うじゃないですか僕だって今呼ばれたら行きますよ <laughs> 完もう完璧ですっつって、あのー、そういうカルチャーの中で来た選手をバンと引き受けてしかもこう意識がバラッパラの「こういやべえらいきどこでプレーしようかな」とか悩んでるやつとかいろんなのがいるのを。 パンと短い間に一つの意識にまとめて試合に臨ませて準備期間1週間もないですよね毎回試合代表戦ってパンと臨ませてはい解散みたいなこれねやれる人ってどういう人なんだろうって僕思っちゃうんですよそれこそ毎日接してれば大体分かるわけです何考えてるかもそういう中で代表監督ってだから外人がいいんじゃないかっていう考えもありますよね下手手に選手と なんか余計なことも聞こえない、下手なこと選手をおもんぱかることもない、パンとやらせてみて、その時のパフォーマンスで、本当にその瞬間だけのパフォーマンス見て、プレーさせるっていう外人監督っていうのも、確かに面白いんじゃないかなっていう気はするんです。そういう意味で僕も、ベストな監督って何なんだろうって、僕自身も日々ですね、大学も見ながら。 えそれこそ今のユナイテッドも元プロ選手も半分以上いるユナイテッドっていうのを見ながらそれこそ僕なんて高校時代一回も試合に出なかったような男がどうやってこのチームを一つにまとめ上げるのかとかそれこそ本当に選手としての実績って必要なのかなとか監督に監督に求められる一番の素養って何だろうなって僕自身もやりながら分かんないんですよね。 そうすると本当に代表監督ってどういう人がなるんだろうっていうのは僕もすごく難しい課題だなっていうか難しい問題だなって思いながらあの今、過ごしてますけどただ僕が万が一監督になった時には皆さんそんな叩かないでほしいんですよねそんなメンタル強くないんで万が一僕がなっちゃった時にはなっちゃったのこいつと。 でその時にはあの、なるべく優しくしてほしいんです。と <laughs> いうのが僕の願いです。でよろしいでしょうかあの、ちょっと全然違う質問なんですけれど、はい、あの最近のサッカーの試合を見てると、あのまあ戦術のデータとか、分析とか、あとまあ選手の個々の,そのフィジカルのデータとか、いろいろ出てきますけれど。はいはい 多分もういろんな情報戦がもうすでにワールドカップに向けてなされてるんだと思いますけれど、はい、具体的にどういう情報戦が裏,裏で言っていいますかあの事前に行われているのかなと思って興味があるんですがもしお話ができる範囲でなんかご存知なことがあれば教えてくださいできないっす。<laughs> <laughs> 申し訳なないっす <laughs> あのただ結構相当な情報戦はデマから デマも含めてですよ相当なあえてデマを流すっていう情報要請も含めて多分まあ何て言うんですかね一番やはり気にしてるのはみんな怪我の状況ですよねその時のもちろんあのフィジカルコンディション云々、まあまあ、そうなんです数値云々よりは今この選手が怪我してるかどうかっていう状況の把握っていうんですかそれはめちゃくちゃやってますよねそうすると コンディションが良くないなということで相手チームはですよその日本代表のスタメンをなんとなく予想してきてそうするとスカウティングがしやすくなるわけですよね、この選手の特徴を徹底的に洗え自分その選手のクラブでのプレーも全部見ますから相当見るみたいですあれ僕も聞いてびっくりしましたけどその各選手のやっぱりクラブでの試合なんかも全部マニアがいるんですよね。やっぱり それ僕、全部見れないなそれぐらいやっぱ見てるので、あのー、定量的な評価よりはあの要するに選手の特徴やなんかはもう徹底的に洗い出すみたいですね本当にファーストタッチどこ置くかとかファーストタッチってすみませんボールを最初にじゃあ最初のプレー彼らが何選択してるかとかそういうことも徹底的に調べ上げるみたいなんです。 ただ、どこまで選手に与えるかもっと言うとその与えられた情報をどこまで選手が咀嚼しているかは分かりませんあの僕も選手をやってた時にすっごく分析好きなコーチからいろんな情報をもらいましたけど試合やったら忘れますから <laughs> どれほどその情報があの本当に選手にあの提供されているのかはちょっと分からないですけどねちなみに我が東京たほとんど、 相手選手の特徴だとかそういうものは与えないですみんな忘れるんで多分代表もそんなかんないと思うんですよね、うん、ただあのー、まあスタッフの方は徹底的に、まあ、調べ上げてますよね今からも相当情報戦が相当な情報戦がやはり日本で監督をやった経験のある外人さんとかいろんな人にも 相当情報を取り取られてるらしいですけどもでもそんなに日本のことマークしてないじゃないですかポーランドもコロンビアも。って思ってますけどねできればノーマークでやらせてくれって思ってますけどもロシアワールドカップまたみんなでこう熱狂して日本が一つになれたらいいなと思ってまたえこの先も僕は日本サッカーの。 役に立てるよう、えー、頑張っていきたいと思ってますし、えー、今いる文京 LB レディースという女子クラブは13歳から60歳の本当に女性が一生涯サッカーを楽しめるコミュニティですけどももしかしたらこれがいつかなでしこリーグ文京区にナデシコリーグ文京区からなでしこリーグのクラブが生まれてそこからなでしこジャパンにおしょって立つ選手が出てくる日がいつか来たらいいななんて思ったりして。 えー、引き続き頑張っていきたいと思いますすいません本日は長時間にわたりお付き合いいただきありがとうございました非常に貴重で楽しいお話皆さんもご堪能いただけたかと思います皆様もう一度福田様に拍手をお願いいたします